上げできて、サブロックが当たるような、まだ前に向けなくなったりやって、ちょっと刺さるような位置に当てるじゃないですか。そこでに当たるときにはもう開けて刺すんですよ。開けたし。で、今までだと、あそこに目に当てて、まあ、これ今登ってるからあれなんですけど、平地だとこう、あそこに当てたときにクラッチを切って、で、またもう一回クラッチ繋いでっていうのが今までの2度くらいで、結構リアを上に上げるっていうのがあったと思うんですけど、このクラッチを使わず最初練習した方がいいと思うんですよ。アクセルだけで。まあ、一速とかで見えたら、最初は。フロントタイヤはこの角の、あるんですか、リアの面に当たるときに開けるんですよ。ゆっくりと開け。まずはこのアクセルだけを覚えてもらって、次に体を。昔だと遊んで、こういうふうにやっても、ここだとクラッチをしっかり入れて、実際戻るんで、例えばこの後にすごい上りあるとかっていう時には使えないんで、スピード落ちすぎて。それ、ガッチの DVD 見てて、あの、ここでは分かるんだけど、ここは動かない。それはどうしようもない。乗れないですもんね、今日ね。どうしようもない。
こうやって踏んでるだけだ。上からなバイクを立ててるだけになってるから、もう一回やってもいいから。ハンドルバーがこう当たるぐらいいってる、はい、多分当たる気配はないと思うから、それぐらい体の位置がしてる。オールドです。